釣りファンの皆様こんにちは。いつも動画をご視聴いただきましてありがとうございます。今回はですね、今回もなんですが、ダブルクリンチノット、またね懲りずにやらさせていただくんですが、こちらのね村崎の方にダブルクリンチノット結んで、こちらにね、ダブルクリンチノットの、ね、改造版ね、こちらね結ばさせていただきます。で、今回なぜやるかっていうと、この細いラインでのねパワーをね見たかったんでやらさせていただこうかなと思います。1号ラインねまずやってみましょう。で、両方ともね 100% 超える場合があるんで、2つをね作って引っ張り比べてみます。これで測ろうと思ったんですけど、結び目から切れないで途中から切れちゃう場合が多いんで、ね、どっちが強いかっていうのはね、この引っ張り合いでね比べてみたいと思います。じゃあ早速やっていきましょう。まずね、普通のダブルクリンチノットからね結ばさせていただきますね。ちょっと分かりやすいようにここしっかりこう上向きに固定して、スナップをねラインを入れて、手前からもう一回入れて、ちょっと出しとこうかな、やりづらいわ。全て手前からで引っ張って、本線に端と4回巻きのやつね、1234回巻いたら、下から全てのラインの下から輪っかの中に入れて、でギュッと結んでいきます。で、ある程度形づいたらちょっとねこう湿らさせていただいて、もうちょっと舐めようかな、ギュッと引っ張って、ギュッと、これね、普通のダブルクリンチ。から反対側に、まあ途中まで同じで、ちょっと細い糸で見えないんでね、初心者の方はちょっと他の動画見ていただくような形になるかもしれませんが、見えないですもんね、このライン方向性がわからないんで、もうちょっと見づらいか。本線に手前から1、3、4回回して、2つのラインの中に先糸を入れます。先糸ね、見たら今度この折り返した輪っかをひねって、ひねったラインの中に先糸を入れて、ちょっとここで湿らさせていただいてね、またギュッと引っ張ります。今回サムネなんですが、ダブルクリンチノットより強いダブルクリンチノットっていう名前にしようかなと思って、これがね改造版ね、でこっちが普通のダブルクリンチノット、これで、ね、引っ張ってます。改造版をね
お見せしておきましょう。見えるかな。こういう形ね。まあほぼこちらの方がね強いのはもう分かってたんですが、こういう形ね。そして、この1号の、ね、約4ポンドのやつなんですが、これをちょっと使って、こっから切れると思うんですが、一応パワーの方をお見せして、テストポンド、これ、1号なんで4ポンド。マックス4ポンドぐらいなんで、テストポンド00ね、見づらいかな、3.3 でこっちが切るの分かってましたが切れちゃうんですよね。でこれをね、強化チューブ入れてやるとだいたいね、マックス超えます。なんでねこう両方引っ張ってダブルクインチ、普通のダブルクインチもねマックス超えることが多いんで両方とも引っ張ってるんですが、次は 1.5 でやってみようかな。ちょっと固しましょうか。続きまして2号で、ね、やらさせていただこうかな。逆回しっていうのはね非常にやりづらいですけど、ダブルクインチの方がしょうがないですね。さあ4回回してこう回ってたから下から入れて、こっちはピンクだから改良版ね。湿らせながら、これは普通のね、ダブルクリンチ。ダブルクリンチをお見せしとこうかな。切れましたが、これでもパワーを見てみましょう。2号だと8ポンドか。
テストボンド00。8の字の方からね、切れると思いますが。8の字の方から切れましたね。こういう感じ。そしたらね、片します。大体同じ結果になるんで、ちょっと飛ばして、太めのやつのナイロンでやってみようかな。6号ね。こっちがシャドウの方でやってみよう。ピンク色の方ね。改良型。6号ぐらいになると分かりやすいですね。じゃあ普通のね、ダブルクリンチ。ダブルクリンチを見せしといて、テストボンド00。ああ、もうラインが弱ってたのかな。こっちの電ボトから切れちゃったな。まあよろしいでしょう。次はね、8号でやって終了しようかな。10号までやろうかなと思ったんですが、8号まででも十分かな。
サムネイルはダブルクリンチノットより強いダブルクリンチノットよくわかんないですか。させていただこう。シャドウをお見せしといて、なんか非常にね長い動画になるんですが、ショート動画とかでもね、以前やったかもしれませんがね、ちょっとショート動画の方ね、メンバーシップの方に全て移行してるんで、今調節中なんですが、調整中なんですが、簡潔にね、パワーとか結び方だけ見たいっていう方はショート動画、メンバーシップ入っていただければね、見れますんで、よろしくお願いします。ご加入ね、月額90円です。30ポンドなんでパワーいりますが、よいしょ。こっちが切れた。8の字も強いが、こちらも強い。マックスパワー超えちゃうんでね、こう両方で引っ張ってやってるんですよね、今みたいにね。以上、今回8号までご紹介させていただきました。それじゃあね、皆さんまたお会いいたしましょう。